はい、今日の一品です。今日はまずオクラを油で炒めておきましょう。はい、これに塩コショウ、少し強めに塩コショウしておきます。はい、これでヘタを取って、まず焼き海苔ですね。ちくわを用意しておいて、オクラをまず前焼き海苔で巻いて、ちくわの中に入れていきます。はい、差し込んだらカットしていきます。切り口が綺麗でしょう。はい、これで完成です。のり巻きオクラ入りちくわの完成です。お弁当にどうぞ。